ヘア・メレーンはベルギーの公共交通事業者であるドゥレインが運営する路面電車路線で使用されている電車の愛称。同事業者で初となる車内の一部が低床構造となっている超低床電車で製造メーカーからは MGT6 という形式名も与えられている。ドゥレインは1991年に設立されたベルギーのフランデレン地域で 路面電車や路線バスを運営する公共交通事業者で、そのうち路面電車路線には、アントウェルペン市電、ヘント市電、ベルギー沿岸軌道が存在する。これらの中で、アントウェルペン市電やヘント市電では、長らく PCC カーが主力車両として使用されていたが、老朽化に加えて床上高さが高く乗降時に、ステップを経る必要があることから、バリアフリーの面で難があり、 ダンソナで乗降が可能な超低小電車が求められるようになった。そこで、シーメンスやボンバルディアトランスポーテーションなどの鉄道車両メーカーはコンソーシアムを組み、一時車となる45両分の発注を獲得し、以降長期にわたって両社が製造する超低小電車、ヘアメレーンが導入されることとなった。愛称のヘアメレーンはお古女を意味し、導入の際に、 ドゥレインによって命名されたものである。ヘアメレーンの開発にあたって結成されたコンソーシアムに参加した企業は以下の通りである。また、車体デザインはアントウェルペンのインダストリアル企業であるエントベンアソシエーツが手掛けている。ヘアメレーンは台車が存在する全長が短い車体が台車がなく、全長が長いフローティング車体を挟む後車体、連接式で 動力台車が設置されている前後車体を除いた車内全体の70%が床上高さ 350mm の低床構造となっている部分超低床電車である。導入された路線の条件に応じて変運転台車両と両運転台車両が製造されており、前車は乗降扉が右側面のみに設置されている一方、着席定員数が多くなっている。車体は 全溶接構造の軽量鋼によって構成され、外反にはメンテナンスが容易な繊維強化プラスチックが用いられる。座席配置はクロスシートでプラスチック製の座席には洗浄や掃除が容易な式帳のシートが貼られている。また、フローティング車体には車椅子が設置可能なフリースペースが確保されており、通路の幅も800 m、mm、m と広く取られている。 上高扉は、両開き式、プラグドア定床構造となっている。フローティング車体に2箇所ずつ、編成全体では4箇所設置されており、前方車体もしくは、前後車体の運転台側には1段のステップが存在する。片開き式プラグドアが存在する。側窓は、日光の差し込みを制限し、防音、断熱効果も有する大型着色二重ガラスが用いられ、 上部は外側に開閉可能な構造となっている。また、暖房及び強制換気機能を有する空調装置も完備されているほか、座席下部にもヒーターが設置されている。前後車体に設置されている動力台車には、水冷式三小誘導電動機が、車軸に対して2機配置され、中空軸や継手を介して車軸に動力が伝えられる、ほか、制動装置として、 ディスクブレーキが配置されている。一方、中間車体に設置される付随台車には、車軸がなく、制動装置も各車輪の外側に設置されている。これらの台車は、軸バネにゴムバネやコイルバネ、枕バネに空気バネを用いる二次、サスペンション方式を用いることで、時速 50km 走行時の内部騒音を 65dB に抑え、 車内の騒音を低く抑えている。主電動機や空調装置、制御装置、補助電源装置などの電気機器は、シーメンスが開発、展開する中央制御システムのシベス32によって制御、管理、自動診断が行われ、情報は運転台に設置されたディスプレイに表示される。これらの設計は、ドイツのドレス電主電向けに製造された、 NGT6DD 型が元となっている。ヘアメレーンは1999年から2012年まで4時に渡ってアントウェルペンとヘントの路面電車網へ導入が行われた。これらの車両は導入時期により、車内や機器にわずかな差異が存在するほか、2005年に一時車の構え体に亀裂が発見されたことから、以降の増備車は設計の強化がなされ、 一時車45両も同様の改造を受けている。7241アントウェルペン市内の路面電車、アントウェルペン市電には、片運転台車両が導入され、1999年から2012年までに合計84両が導入された。利用客の増加と慢性的な混雑に対応するため、アントウェルペン市電では超低床電車の さらなる増備に加えて2017年11月以降2両のヘアメレーンを連結したスーパートラムが使用されており、2020年までに全車に対し総括制御への対応をはじめとする改造を実施し、常時連結運転を行う予定である。6318ヘント市内の路面電車、ヘント市電には2000年から2007年にかけて両運転台車両が導入され、 2020年現在41両が在籍する。6334ベルギー沿岸軌道では2005年以降利用者が増加する夏季限定でアントウェルペン支電やヘント支電からトレーラーで輸送されたヘアメレーンが使用されている。最大250人という高い収容力が大量輸送に貢献している一方、ベルギー沿岸軌道の在来車よりも車幅が200。 ミリメートルほど狭いことから営業運転の際にはプラットフォームへのステップの一時的な増設などの対応が行われている。ありがとうございます。